ゆみりんが教えるカズタマ運気予報では、運気指数からお伝えしていきます。宿玉一玉の方の今月9月の運気指数は10です。今月は季節の中で最も良い季節になります。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉一玉の方の2023年今年の運気は研究の季節です。そして今月9月の運気は実益の季節です。では宿玉一玉の方の実益の季節を詳しくお伝えしていきます。これまで努力し取り組んできたことがようやく実り、結果となって生活がスムーズに回り始める時期になります。また人と協調することで周囲が意見を受け入れてくれたり盛り上げてくれたりと、金銭とは無関係に人の出入りが多く多忙になっていきます。実益の季節では信頼と信用を得ることができ、基本的に成功をつかめる傾向にあります。このように実益の季節ではこれまでの努力が形となって戻ってくる時です。とても良い季節ですね。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく9月8日から10月の7日までが9月の運気となります。そして最も気になるこの9月の実益の季節と異なる10、20、30、このように実益の月と実益の日が重なる日は季節の中で最も良い日になります。何か奇跡が起きるかもしれませんね。宝くじなど買ってみてはいかがでしょうか。では実益の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと物事がうまく運び評価を得る、そんな時でしょう。しかし悪い傾向に行くと期待されると10月に感じますので注意しましょう。そして良い傾向に行くと競争に勝ち努力が実を結ぶ、そんな時でしょう。しかし悪い傾向に行くと無理な行動で信用と地位を失いやすいので注意しましょう。そして良い傾向に行くと高い地位を得られる、そんな時期になります。しかし悪い傾向に行くと発展を望みすぎると苦悩しますので注意しましょう。このように運気予報をチェックして毎月の傾向を知ることで、今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆様いかがでしたでしょうか。このカズタマ運気予報はあなたの人生の季節で分かることのほんの一部です。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方はこのような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、そしてあなたに起こり得る出来事、またその対策など詳しく記しております。またあなたに合わせた運気のあり方などこのように詳しく記しております。あなたの運気を詳しく知りたい方は概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、こちらからお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。